こんにちは、カップ麺リスペクトです。今回いただくのはマルカ食品ペヤングアパ社長カレー味焼きそばになります。こういうコラボできちゃうんですね。やっちゃうんですね。さすがです、アパホテルさん、ペヤングさん。本格的との呼び声が高いアパ社長カレーペヤングテイストでいただきます。今回もいただかせていただきます。マルカ食品ペヤングアパ社長カレー味焼きそばでございます。はい、カメラを向けると顔認証。それではまずは一口いただきます。これ最初作るときカレーソースをかける前ね、湯戻しが終わった後ビーフの香りだと思うんですけどね、ノーマルペヤングとは明らかに違う香りがしてましたね。液体ソースをかけるとカレーのいい香りがしてきます。楽しみ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 。ごめんなさい、アパ社長、僕元は存じ上げないんでこれの再現でわからないんですけど、イメージしてたのよりは若干甘口よりです。はい、ということでこの商品を楽しむためのポイント参りましょう。ガンガンジャーヒンナパインチ。はい、まずは全国約710のホテルを展開するアパホテルとのコラボ商品。はい、もう超有名ですね、アパホテルさん。テレビ CM もどんどんやってますね。社長のご尊顔もメディアで頻繁に拝見しますけれども、そちらとのコラボということで。はい、次、アパホテル発祥の地石川県金沢カレーをベースにペヤングで再現。そうですか、確認しながらいただきます。はい、次、ビーフと玉ねぎをじっくり煮込んだコク深い甘さの本格派ビーフカレーをイメージしたソース。あ、このポイントによると甘口っていうのは狙ってるんですね。なるほど、これ玉ねぎがメインですかね。うん、ガチンがいったぜ。はい、ということでおしゃべりしながらいただきます。それを踏まえると、うん、コンセプト通りじゃないですかね、おそらく。これをライスにかけたりラーメンにしたりしたらどうなるんだろう。うん、うまそうだなうまそうですよ。うん、甘口でコクがあってビーフと玉ねぎの美味しさ、美味しそうだなこれ。お米でもラーメンでも。うん、たびたびお話ししてるんですけど、ペヤングさんってソースが弱いとこの麺の味が全面に出てくるんですけど、ソースの方が強いですね今回。コクがある、美味しい、甘口。うん、で、あの金沢カレーいただくときによく感じる、舌に関する迫力があるんですよね、金沢カレーってね。舌とか口の奥とかの方にこう迫力があるんですよ。カレーっつって。その感じがよく出てると思う。うん。ビーフ、ビーフ。見た目はそこそこ入ってました、ビーフ。はい。お、ちゃんとお肉の味がする。カレーをまとってて、カレーのお肉ですね。美味しいですね。うん。それではアパ社長カレーについてお話を。
レトルトが有名なアパ社長カレーなんですけれども、僕も調査を始める前はレトルトしか意識してなかったんですが、実は調べてみたところ、お店があるアパ社長カレーっていう、で公式サイトもあって説明があるんですけど、ちょっとそこ読み上げますね。アパ社長カレーはアパホテル直営レストランで生まれた、アパホテル社長個人情報が自信を持っておすすめする本格派ビーフカレーの専門店です。アパホテル発祥の地、石川県の金沢カレーをベースにしたオリジナルスパイスの風味と、牛肉と野菜をじっくり煮込んで引き出した自然の甘みをお楽しみください。アパ社長カレーはキャベツを添えてお召し上がりください、ということでございまして、甘さはアパ社長カレーのコンセプト通りっていうことですね。それで石川県の金沢カレー、こちらもキャベツを添えて食べようねっていうのがスタンダードなんで、石川県の金沢カレーを意識されてるということかなと思います。はい。でアパホテルさんはもう今更説明不要な有名ビジネスホテルチェーンかなと思うんですけれども、テレビコマーシャルも頻繁にやってますし、メディアでもあの社長のご尊顔露出結構高いですよね。ここ数年ではコロナ禍の初期にいち早く軽症者対策として感染者を受け入れるっていうことを発表されたことで注目を浴びたという経緯もありましたね。このアパホテルの直営レストランから誕生したアパホテル発祥の地、石川県の金沢カレーをベースにしたカレー専門店、お店ですね、カレー専門店がアパ社長カレーで、この収録時点で確認できる店舗というのは2つありまして、アパ社長カレー飯田橋駅南店首都圏第1号店、それからアパ社長カレー御堂筋本町駅東店、こちら関西第1号店ということでございまして、1号店とついてるからにはこれからまた展開されるのか、あるいはもうすでに展開されてるのかというところでしょうね。で店舗での直接飲食以外の形での商品ということになりますと、おなじみのレトルトカレー内容量 200g、 あと業務用アパ社長カレー内容量 3kg、 この2つがあるみたいです。で今回のこのペヤングの商品で何かと話題になる社長のご尊顔なんですけれども、こちらはレトルトのアパ社長カレーのパッケージにプリントされているものと多分同じです。本物のアパ社長カレーをいただいている気分になれそうですね。はい、以上アパ社長カレーの話でございました。僕は今のところ金沢カレーに対する印象って定義とか調べてなくて、食べた感じでああこれだよねっていう風に印象で持ってるだけなんですけど、ちょっと真面目に調べてみたいなと思います。ゴーゴーカレーさんなんかはね、金沢カレーモデルにされてますけれども、一回きちんと定義を調べて腹落ちさせたいなと思います。本当に辛さで言うとピリ辛ぐらいなんで、辛さが怖いっていうことでも全然大丈夫だと思う。何の抵抗もなく入る。ビーフの旨味、玉ねぎの甘さ、うん、こんなところが美味しいですね。コク深いです、うん、はい、残りこれだけになりました。一気にいただきます、うん、はい、美味しくいただきました。実はちょっとだけお値段設定高めなんですよね、他のペヤングさんに比べると。そこをどう考えるかなんですけど、話題に乗ることと、あと他のペヤングさんにはないビーフの旨味、玉ねぎの甘み、この辺ほんと強いんで、それを楽しむ上では多少はお値段高めでもいいかなみたいな気がします。はい、ということで大変美味しくいただきました。どうもありがとうございました。リスペクトタイムです。今回はマルカ食品ペヤングアパ社長カレー味焼きそばをいただきました。カップ麺リスペクト的にラップアップさせていただきますと、コンセプトバッチリ素晴らしいという感じです。ありがとうございました。美味しくいただきました。もちろんベースはペヤングなんですけれども、
ビーフのうまみ、玉ねぎのうまみ、これは結構強いので、これらをじっくり楽しめます。また金沢カレー独特のコクがあってどっしりしてるあの感じがしっかり舌を包んでくれます。まさにコンセプト通りだと思いました。この仕上がりで開発された方、関係者の方がご納得されているかはちょっとわからないですけれども、このコラボ、この価格、この仕上がり、コンセプト通りの商品だったんじゃないかなというふうに思います。素晴らしかったです。美味しかったです。はい、というわけで今回はマルカ食品ペヤングアパ社長カレー味焼きそばをいただきました。今回も美味しいカップ麺をどうもありがとうございました。カップ麺リスペクトの動画をご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、それから皆さんの思い出のカップ麺、ご当地のカップ麺の情報などコメントでいただけるとありがたいです。今後ともよろしくお願いします。